おはようございます。気になってしまったのが運の月。行かない選択肢は存在しない。マスターの衝動の代弁者、ゆずきゆかりです。おはようございます。予定に適宜休憩を挟み、安全を確保する。マスターの理性の代弁者、キズナあかりです。今回は、札幌から定山渓への一人旅。例によって、同伴を拒否されてしまったので、開き直って、好き勝手の限りを尽くし、また断られたんですか。6人で温泉旅行の予定だったのですが、ダムにも行こうと言ったところ、拒否されてしまいました。たったの 4.4 キロなんですか。歩きすぎで、距離感覚麻痺してませんか。実際、普通の人にとって徒歩圏って何キロなのか、本当にわからなくなってきました。助けて。温泉旅行にこんな靴履いていく時点で手遅れです。札幌の奥座敷、定山渓。すすきのから徒歩で5時間、札幌市南区に位置する温泉街です。名前の由来は、海東の祖、ミースミ定山から。修験僧だった彼は、アイヌの案内でこの温泉を発見。湯治場開発に尽力した功績が、時の開拓長官に認められ、定山渓と命名されたのです。まあ、規模こそ違いますが、関東でいう箱根のような、都心近くの温泉地です。市内だからバス移動なんですね。そういうこと。それでは、7時20分発、定山渓温泉行きに乗っていく。始発、やめてください。そうそう、予約制ですが、カッパライナーを使えば、駅から温泉までノンストップで行けます。じゃあ、なんで路線バス乗るんですか？雪対策です。今年は、JR が雪で全滅したりと大雪でしたから、豪雪地でも優先的に復旧しそうな生活路線をベースに予定を組んだんです。観光路線ですと、今日みたいな大雪明けで閑散としている日は、運休になるかもと。そんな日に温泉に行くんですか？もちろん、行きたいと思った以上、絶対に行きます。最悪、徒歩ルートも考えて。定山渓に到着です。昨日も大雪な上、まだ早朝、雪かきされる前なので量がすごいです。でも今日の天気は申し分なし。旅館に入る12時まで晴れの予報です。でも明日はまた雪なんですね。いえ、晴らしておきましたから大丈夫。晴れ特性すぎませんか。さて、バス停にもなっていた白糸の滝に行ってみましょう。なんかどこにでも白糸の滝ってありませんか。確かに商店街でいうなんとか銀座みたいな定番ネーミングなんでしょうね。時にゆかりさん、雪すごすぎません。人っ子一人見かけないですし、そういう子。白糸の滝に到着。待ってるじゃないですか。本当は看板横の橋から眺めるんでしょうね。身の危険を感じたので撤退です。本当、どこ行っても雪だらけ。両側の雪の壁、すごい威圧感です。少し下を眺めてみましょうか。大自然と人工物の組み合わせ、素敵です。右の建物はこのエリアで最も有名な定山渓ビューホテル。道内観光大手からかみから西武ドームでおなじみベルーナへオーナーこそ変わりましたが、営業が続けられています。そうそう、今回泊まる旅館、実は送迎バスがあります。周辺散策を楽しめるようチェックイン少し前に着くのですが、私の散策は周辺にとどまらないので使いませんでした。この雪だと散策どころかホテルにこもりっきりが正しい気すらします。次に向かったのは二見公園。名物の吊り橋まで遊歩道を使いましょう。ゆかりさん見てください、上がソフトクリームみたいです。おお、行く先々で雪に圧倒されます。これ吊り橋通行止めになってないといいのですが。趣味を否定したくはないんですけど、雪山散歩は命に関わるのでやめてください。いえいえ、ここ遊歩道どこに道があるんですか。まあ通路とおぼしきくぼみを歩いていけばなんとかなりますよ。ほら、吊り橋が見えてきました。階段が雪のスロープになってて怖いです。一面の雪景色に映える赤色、雪をかき分けてきた甲斐があるというものです。橋も雪でいっぱい、これ渡って大丈夫なんですよね。確かに雪だけで重量オーバーしてそうな積もり具合です。まあ目的地が渡った先なので行くしかない。ありません、先に進む道がありません。おそらくこの辺りのへこみが通路なんです。ただの斜面じゃないですか。さすがに引き返しまして、ここは道道1号線。さすがトップナンバー道道。車通りもあって、現在進行形で雪かきされています。私たちは、右にそれて定山渓ダムに行くんですけどね。看板もありましたし、有名な場所なんですか？ええ、見ればあそこかとなる。ボイスロイド旅行おなじみのスポットです。というか、予報に反して雪が降ってきましたね。
大荒れの中歩くとか、やめてくださいよ。もちろん、そも、片道たったの 2.2 キロ、本降りの前に着くはありません。進むべき道がありません。徒歩で通行止めやられる人、初めて見ました。なるほど、冬季は閉鎖されるみたいです。仕方ないので戻ります。ダムは再送案件。冬が明けたら、また行きましょうね。うん、夏と言わず、今すぐ行きますけど。え、1号線まで戻って、迂回します。でも、迂回路も冬季閉鎖中だったりするんじゃないですか？いえ、その可能性は低いと思われます。先ほどと今とでは、道の役割が全く異なるんです。何せ、温泉街からダムに至る観光路線に対し、札幌と小樽を山ルートで結ぶ主要地方道ですから。幹線なら通行止めに強いだろうと。そういうこと。アスファルトが見える道、何気に定山渓来て初めてじゃないですか？これだけ整えられているわけですし、通行止めはなさそうです。ん、定山渓ダム、あと何キロですか？13キロなら、少し心が折れます。普段なら、小樽も徒歩圏とか言いそうなのに、珍しい。実際行きましたけど、雪道は歩きづらいんです。ねえ、完全に山奥ですね。さっき、鹿が横切りましたし。音が怖い。でも、トンネル内は、歩道があって安心です。山って基本、歩道なくて、車に申し訳ない気持ちに乗りながら歩きがちですからね。そんなあるある、共感してくれる人、いないと思います。ま、周辺5キロに民家がない以上、当然といえば当然です。ようやくゴールが見えてきました。当初の道とも、右の建物近くで合流です。おお、すごい、湖面が凍ってます。地位を感じる、整いすぎた平面と、大自然のコントラスト、素敵です。諦めずに来た甲斐がありましたね。ええ、追加で10キロ歩いた苦労も報われるというものです。そうそう、向かいに見えるのが第一展望台。北海道車載主さんの動画なら、一度は出てくるかもなスポットです。無事、定山渓に戻ってきました。ちょうどお昼時、紅葉亭でいただくことにしましょう。注文したのは天ざるそば。外は氷点下なのにざるを欲するの、よほど体がほてってるんでしょうね。それでは早速いただきましょう。喉越しのいいそばが歩き疲れた体に染み渡ります。エビ、かぼちゃ、ナス、さつまいも、ワカサギと具だくさん。ヤーコンやおかひじきなど一風変わった天ぷらがあるのも魅力的です。ごちそうさまでした。お腹も満たされましたし、お宿へ向かいましょう。ここは雪が積もってないんですね。温泉地ならでは、熱を使ったロードヒーティングのようです。川沿いに立ち並ぶホテル群、温泉地らしい風景です。お湯が湧き出ているのか、湯気が上がっていますね。坂の先に、本日のお宿はあります。お値段、一泊約3万4000円。名古屋旅行のホテル20泊分です。ま、比べること自体、ナンセンスですけどね。定山渓第一ホテル水山亭、エリアトップクラスの高級旅館です。市内旅行で交通費がかからない分、奮発しちゃいました。ホテルに到着。チェックインは3時からですが、1時からラウンジが利用できます。まだ、誰もいませんね。送迎バスの到着は、1時間半以上先、路線バスを使った物好き以外、着くはずがない時間ですから。チェックインまで、ゆったり過ごしましょう。ラウンジには、ウェルカムドリンクとして、紅茶のほか、コーヒーやジュースが用意されて、ここしく、一人でゆったりするのに、ちょうどいい広さです。そも、ビジホ以外ですと、お一人様プランあるだけでも、貴重なんですよね。もちろん、みんな大好き、例のスペースもあります。画角迷子になってますよ。疲れて、寝ながら写真撮ってましたね、これ。窓の外に広がる、あの雪景色が、私の体力を奪ったんです。確かに、普段だと20キロ程度じゃ疲れませんもんね。ここで、冷蔵庫から取り出すは、ウェルカムスイーツ。細やかなサービスが、嬉しいです。もちろん、それとは別に、お月菓子もあります。お月菓子？血糖値が低いまま入浴すると、立ちくらみをはじめ体調不良につながりますから、それを防ぐためのお菓子です。普段低血糖で手を震わせながら料理している人が言うと説得力が違いますね。では浴衣に着替えて大浴場に向かいましょう。ほんと静かでいい雰囲気ですね。今年度からは小学生以上限定になったみたいですし、なおさ入浴シーンはありません。ヒノキ風呂にジャクジー、そして何より露天風呂が良かったです。氷点下近い外気温と40度超えのお湯、このギャップがたまりません。サウナからの水風呂をしたような整い具合です。お風呂上がりにはデトックスウォーター。甘みと苦み半々な味です。エイジのレモン水を思い出します。風情のない感想やめてください。ちょっと休んでから
部屋に戻りましょうか。ああ、ゆったりした時間。旅行とはこうあってほしいもの。過酷な予定にしたのは、ゆかりさんなんですけどね。ほんと、この積雪の中、20キロ歩いたなんて信じられません。こんなところに上鉄の写真が。朝乗ったバスでしたっけ？ええ。ですが、社名に鉄とあるように、もともとは鉄路で札幌と定山渓を結んでいました。東急グループのもと、納車を核に札幌急行鉄道を作る計画もありまして、日本最北の私鉄になる可能性もあったんです。他にも、東高ストアと関係が深かったり、この辺りの歴史は沼です。なんて話しているうちに、夕食目前、ラウンジによって、食前酒をいただきましょう。3種の日本酒から1つ選べます。今回は北海道、静岡、三重の地酒。地域、飲み口ともに被らないようにしているみたいです。選んだのは北海道、高砂酒造の黒霜荘ドライ。以前、酒造的のうまいを買った酒蔵ですね。食前にふさわしい、すっきりした味わいです。お待ちかねの夜ご飯。使われている食器は売店にもありますので、食事はもちろん、いろいろな面から楽しめそうです。料理始めてから急に食器ハマりましたよね。まずは十割そば。本来旅館併設の食事所、昼限定メニューだったものがコロナによる休業を受け特別提供されています。柚子おろしの爽やかさが美味しいです。続いて茶碗蒸し、パルメジャーノを使った和洋折衷の斬新な美味しさです。どんどんいきます。エビのつやに、ゆり根のごま豆腐、菜の花の秘密かけ、フグ南蛮漬け、タイの味噌漬けです。夢中で取り忘れてしまいましたが、マグロ湯寒ぶりのお作りもありました。そして個人的 MVP がこれ、穴子と湯葉の有馬煮です。有馬山椒の香り、穴子の優しい油、湯葉のとろける食感、こういった感動が後々再現したいと料理のきっかけになるんです。ニシンの山椒漬けもそのパターンですもんね。メインディッシュはラム肩ロースの炭火焼き。九条ネギと焦がしニンニクのソースがよく合います。地味に美味しかったのが540というジャガイモ。名前の通り540日間熟成させたもので、とても甘く驚きました。生産者はくっちゃんの農家一軒だけ、料亭やホテルでしか味わえない貴重な一品でした。食後のデザートはアイスクリーム。系列のアイスピザや雨の日と雪の日特製のスイーツです。同じく系列のモナカや坂の上のモナカのお取り置きサービスがあったり、ここに泊まるといろいろな味を楽しめちゃいます。さすが普段手を出せない価格帯、いろいろな味を知ることができました。日々の生活といい、随分食の開拓に熱心ですよね。味のレパートリーが増えれば、美味しいものに対する解像度も上がってより楽しめますし、再現できる料理の幅も広がる。食べてすらいないのに再現している人いません。お夜食の時間です。先ほど食前酒をいただいたラウンジ、食後はフリードリンクが提供されるんです。果実酒や焼酎中心のラインアップで、そば、昆布、トウモロコシ、牛乳、ジャガイモと変わり種もたくさんあって面白いですね。さらにお稲荷さんやアップルパイが食べ放題、果てには困りません。そんなわけでつい全種類飲んでしまいましたが、特にそば焼酎がお気に入りです。前回の1日5食よりはいいですけど、飲みすぎじゃありません。晩酌の時間でまだ飲むんですか？ええ、山奥連れ回してたら勝手に冷えていたクラシックをいただきます。うん、丁寧なご飯もいいですが、こういう雑飲みも楽しい。ごちそうさまでした。さすがに好き放題しすぎたので寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝発ですか？条件反射で言ってます。あかりちゃん、朝風呂行きますよ。朝風呂？え、私起き抜けで歩きたくないんですけど。いえ、実は客室に温泉があるんです。朝起きてすぐ入れるなんて贅沢ですね。いよいよ旅も最終盤。お土産を買ったら朝食へと向かい、ちょっとニシンやめてください。農産米ゆめピリカといただくたくさんのおかず、丁寧な生活って感じです。普段食パン一斤丸ごとトースターに放り込んでる人が言うと説得力が違いますね。仕事前のご飯はただのエネルギー補給、楽しむべき食事とは別物なんです。そうそう、別皿には焼き魚もあります。出来たての豆腐やだし巻き卵など、シンプルながら体に染みる美味しさです。セルフサービスに生卵もありますので、卵かけご飯しちゃいましょう。朝とは思えないくらいご飯が進んでますね。ええ、おひつのご飯完食してしまいました。足りなくならないよう多めに入れてあると思うんですけど。え、出されたら全部食べませんか？これで札幌の奥座敷定山渓旅行はおしまい。雪中強行軍と高級旅館という振れ幅の大きい一泊二日でした。続いてルート紹介とコメント返信のコーナー、よろしければ最後までお付き合いください。いや、お疲れ様。偏愛機構は楽しんでもらえたかな？ここでは
移動経路、手段、距離、費用のおさらいをするよ。おはようございます。朝早走、リスポーン地点から札幌駅前ターミナルへ、上鉄バス、快速8系統に揺られること1時間、定山渓に到着。まずは、バス停の名前にもなっている白糸の先にも雪に埋まってたから、やっぱり向かわないよ。引き返して、定山渓大橋からビューホテルを眺める。本日のお宿をはじめ、旅館街を横目に上公園に移動。かつて道だったとおぼしきところを突き進んで、吊り橋に向かうも、それ以上は雪の中。断念して戻ることに、源泉公園で、定山渓の由来を学んだ後は、錦橋へ。定山渓をぐるっと大回り、道々1号線と合流するところで、右に折れて、ダムに通行止めだから向かえないよ。でも、もう、気になっちゃったもんね。追加で10キロ入ります。北以上は、帰らなきゃいけないね。戻りつつ紅葉亭でお昼ご飯、再び温泉街を眺めつつ、水山亭に到着。一泊した後、バス来るのが待てない。雪で道を見た限り、ちゃんと歩道ありそうと思って、徒歩で寿司の肉宅。合計、徒歩49キロ、バス26キロの旅だったみたいだね。おっと、お金関係の一覧はこちら。今回の旅行で、安全を確保しつつ、雪の中を歩いたのは、いい経験になったみたい。行動範囲が広がるって喜んでたよ。これ以上広げて、どこに向かうつもりなんだろうね。さて、これでおさらいは終わり。じゃね。